こんにちは、NTM プラドチャンネルです。いつもは、四駆を中心に載せてるんですけど、ちょっと最近植物ばっかり、植物ばかりすいません。今日はまた植物に関しての、投稿動画になります。またかよ。好きな人は見てってください。ちなみに今日はビカクシダコウモリランの、未生って言わないのかな。ビカクシダコウモリランっていうのは、ワイオだろな。この上にあるこれですね。こういうシダ植物でできた植物になります。植物でかいよな。普通は植物は種なんかをまくんですけど、こちらは胞子でできています。葉っぱに胞子が、くっつくんで、それを削ぎ落として、まあ、自然界では削ぎ落とすわけではないんですけど、削ぎ落として、粉にしたものを土にまいて、発芽させるっていうことなんですけど、ちょっと今日は発芽させてみたいと思うんで、その実験をしてみます。で、カメラずらしまして、まず、これインカメなんで逆になってるんですけど、サカタの種、細かい種が負けるっていうビート板って言って、板状の土になってるんですけど、これをふやかして、土にします。そして、この時の土の高さを覚えといてね。ケースのようなものに入れるっていうんですけど、透明の遮光性のあるだけど、ちょっと用意してなかったんで、今回ジップロックにこれを入れて、ビニールハウスのようにして発芽率を高めてみようかなってちょっと考えてます。それでは、実験してみます。まずこのピート板っていうのにお湯を注ぎます。お湯を注いで放置すると、これが土に変わるっていうんですよ。で、何倍かの量の土に変わるんで、なんでこのビート板を使って普通の土を使わないかっていうと、まあこのビカクシダの胞子っていうのはこちらになるんですけど、非常に細かくピート板の土がとても使いやすい。非常に細かいんです。非常に細かい粉のようなもので、これがまあ胞子ですね。キノコの胞子。今回の胞子はリドレイという種類です。で、こちらを綿棒を使って菌が入らないようにして、すくって、こう、まんべんなく巻くっていう感じですね。このまま放置して、また、それではふやかしてる間に、もう結構厚みが出てきて増えてるんですけど、熱冷まさなきゃいけないんで、ちょっとビカクシダについて、魅力について紹介します。ビカクシダは、このように、ヘラジカの角みたいなイメージなんですけど、いろんな
種類、ものすごい覚えられないぐらいの種類が僕にはあって、ちょっと理解できないんですけど、面白いんでちょっと話聞いてもらいたいんですけど、ここがビカクシダって2種類の、葉っぱでできてます。こちらが、貯水葉って言って水を貯めるための葉っぱになってます。こちらです。で、こちらが胞子葉、胞子をくっつける、子孫繁栄ですよね。この裏の部分がちょっと白くて、これが茶色くなるとちょっと胞子の、種みたいなのが熟成したって状況で、で表面はわりかしちょっと緑が濃い感じです。そんで、なんで、分かりやすいように種をまいてっていう解説しますけど、種をまいて、育てるかっていうと、これ僕が買ったやつは安いんですけど、この買った胞子のものっていうのはこれぐらいのサイズになるともう数万円しちゃうんですよね。で、そして1個の個体じゃなくて何個も個体が取れるっていうことで、まず胞子で育ててみて、そしてたくさんの、自分が欲しいと思う種類の植物を育てたいっていうのがあります。このコウモリランの特徴は、まず板につけて、実際の原生林では木にまとわりくっついてるような感じで、で熱帯雨林ですね、熱帯雨林、亜熱帯植物っていうんですかね、乾燥はあんまりしてないジャングルのようなところにある植物です。ではそろそろ冷めてきたかなと思うので、それではまたです。土は冷めたので、種をまいていこうと。種をまいていこうと思うんですが、先ほどの状況よりも、先ほどの画像はちょっとないんですけど、約3倍ぐらいに膨れたような気がします。で、なぜこれにする、これを使うのかっていう説明が全然ちょっとできてなかったんですけど、この坂田の種、ビート板っていうのを、ビカクシダ、コウモリラン系を育てる人たちがめちゃめちゃゴリ押ししてたっていう、それだけなんですけど、こちらがすごい発芽率が高くて、でこの胞子、普通の土じゃダメな理由は、こちらのビート板っていうのがものすごい細かい胞子とかに対応していて、なおかつ僕が見た見解からすると、多分 pH 調整剤、っていうのが多分重要なのかなと思います。やっぱ専用に作られてるだけあっておすすめなのかなと。やったことないんでいろいろ実験したいと思います。では、冷めたところで、胞子を巻いていきたいと思います。では綿棒で巻いていきたいと思います。こう、なんて言うんでしょう、
ぐるっと回してこうついたものを巻く感じですね。初めてなんでその量がちょっとわからないんで、これがこのどれだけの面積に巻けばいいものなのか、全くわかりません。本当はこの種でこのビート板500枚ぐらいできるよなんていう量かもしれないんですけど、勉強不足です。ちなみに発芽までの様子は今日撮れないので、後日経過報告をどんどん随時載せていきたいと思いますので、よろしかったら見てください。全部巻き終わりました。これ見てもらいたいんですけど、きな粉みたいに降りかかってる、これムラだらけになっちゃってるんですけど、一応まんべんなく全体的に巻いてみました。どれぐらいの量でいいのか全くわからないので、手探りで、まだ胞子は残ってるんでもう一個作ってみようと思うんですけど、プロに言わしたら全部使ったって足んないよっていう量なのかもしれないんですけど、こちらを先ほど話したようにケースではなくジップロックに入れようかなと思うんですけど、でもジップロックだと格子についちゃうんだな、これな。ということで、殺菌行ってきます。今、ダイソーへ行ってきて、タッパー買ってきました、結局。ジップロックしてダメだと思ったんで。で、今、中に入れました。こちらが、発芽したらまた、動画として投稿しますので、よろしくお願いします。ちなみにこのタッパー、ビート板の坂田の種ビート板でいうところのサイズだと、これダイソーで200円しました。これ100円サイズでなかったです。でもこれぴったりジャストサイズだったんで、よろしかったら参考にしてください。では発芽したらまた動画として投稿します。本日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。